交差点交差点とは、2本以上の道路が交わる場所である。交差点とは、2本以上の道路と道路が交差する部分のことである。道路は、階層の異なる多くの道路と交差しており、その交差の方式には、平面交差と立体交差の2つに対別され、平面交差には、信号と無信号による交差、立体交差には、交差点立体交差と、 インターチェンジがある。道路を横断する交通が特に多くなり、交通事故が発生しやすい地点である。2019年の交通事故のうち54.9%が交差点とその付近で発生している。交通が一般化、発展すると,とともに、信号機や横断歩道、歩道橋など様々な付帯設備を備えた交差点も増えてきた。また、 交差点は都市の成立にも影響を与えている。長距離を結ぶ道が交差する地点では人や交易品の流れが交わり出会いが生じ、わざわざ遠方の目的地に向かわず、その付近で交易が行われるようになるためである。やがて各地からの商品が集中するようになると、生活の場としても魅力を増して人口が流入し、消費市場としても重要性を高めていく。 このようにして、公易都市や交通都市が形成されていった。西脇市の三佐寺、横をただのりが好んで描いた、どのような形態が採用されるか、ということは国ごとに傾向の違いがある。もっとも一般的なのは、道路総合を単純に平面交差させる形式である。平面交差の場合、対向車線を横切って、方向を変える場合、流れが停滞しやすいため、 交通量の多い道路では専用の車線や信号機を設置した方への交通を妨げないようにされる。その一方で対向車線を横切らない場合も横断歩行者が多い交差点では同様に車線が設けられることがある。ラウンドアバウトでの自動車の流れ。左側通行の場合平面交差としては 環状のロータリーへ放射状に道路を接続させるロータリー交差点も用いられる。特に客数が多い場合は流れを円滑化しやすい。欧州では広く普及している。特に交通量が多い場合や設計速度が高い場合には立体交差が用いられる。平面交差に比べ交通容量が大きく安全性も高い。 一般道路では特に交通量の大きい道路のみ立体化する事例が多いがすべての交差道路について平面交差を設けないジャンクションとする例もある交差点名標識日本では十字路のことを辻と言い交差点の類義語ともなっている歩行者の安全を守るため信号機によって自動車とは流れを完全に分離するスクランブル交差点も設置されているまた 特に必要と認められた場合、交通事故自動記録装置の設置で事故の解析の一助としている交差点もある。道交法道路交通法第2条第1項第5号において、交差点を十字路、定字路その他2以上の道路が交わる場合における、当該2以上の道路の交わる部分と定義している。交差点における通行方法等は、 道路交通法第34条から第37条が、規律している。また、交差点及びその側端から5メートル以内の部分では、法令の規定もしくは警察官の命令により、または、危険を防止するため一時停止する場合のほか、停車または駐車してはならない。名称信号機の位置によって異なる名称が、表示された、霊信号が設置された、 交差点の正式名称は各都道府県の公安委員会、警察、道路管理者の3者が協議して決定される。交差点で信号機などに付けられている交差点名称標識は道路管理者が設置しているもので地元の意向などを考慮して必ずしも正式名称が表示されているとは限らない。なお、北海道など一部地域では交差点名称標識が 交差点の正式名称ではなく信号機の所在する地点の所在地を表す例もある。範囲交通事故の発生時などに道路上のどの部分が交差点であるか判定する必要があり、そのための交差点の範囲の決定方法が4種類存在する。アメリカ合衆国では全車一時停止が必要な交差点にはオールウェイストップやストップ4ウェイ、または ストップ 3A が表示されている。2方向のみ一時停止となっている場合は、ストップ 2A が表示されている。信号のない交差点で停車していた車両が、青信号になり発進するときは、交差点に入って停車した順に発進することとされており、戦後がわからないときは、右側の車両が優先することとなっている。点字て文明。 国の発展過程や人生を直線に見立て、複数の文明や国の影響が同時に及んでいる場所や人と人とが出会う場所を指して、交差点と呼ぶ。ありがとうございます。